はい、どうもシュータです。今回はですね、ついに上杉勢と戦わなければならないというやばい状況になっております。どこを取ろうかな。高岡城のところか、あとは春日山にもあるんですよね。春日山届くかな。春日山行ってみましょうか。仏 VS 軍神、どっちの神が上か、やってみようではありませんか。早速軍神先生服我が妻、さあどうなる、お見せしましょう。物的謙信を打ち滅ぼすのです。こんなわがままな賢ちゃん、そんなにわがままになったね。うわ、北の安藤が上杉16、こちらは12勢力、ちょい少なめですね。まあだいぶ勢力減りましたからね。一応ですね、調子こいて攻めてくるところはもう領地を没収して寺を建てておりますから、私本願寺の寺を建てておりますから、徳川とかね、調子こいて攻めてきたんで、ついつい潰してしまいました。あとは武田信玄がお坊さんなのでお坊さんではないんだけど、うん、仏に帰依してるので仲間に入れました。ということで行軍いたしたいと思います。よし、では部隊編成、大将ケンちゃん、そして寺もやしが2人ね、明智松永寺もやし、そして信玄坊主、大元節祭坊主、下妻雷蓮坊主、はい、ここも坊主、原も坊主、よしで秀吉はあの調子がいいから好き皆さん、よし、続いてください。春日山城へ向かう。進軍開始。我々の兵糧は130万だ。もうどんな無理な行軍をしても城には届くように兵糧だけは溜め込んでいる。もうなんだ、剣士南下してくるな。この動きはなんだ。また謎の AI だな。あ、また戻る。なんだこれは。まあ、囲むのです。あれ、先疲れ、いや先入ってるはず。囲むのですって言ってるから、守り側だ。これは有利。2万4000対2万4000、いい戦い。そして軍師遊撃が使える。なぜ軍師遊撃が使えるのか。誰だ、大元節祭だ。見せいたしましょう、大元節祭の軍師遊撃。よし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 、これは勝てる。開戦、春日山の戦い。大合流してもらいましょうか。皆さん続いてください。皆さん続いてください。これが我が鉄砲とかにございます。鉄砲は大丈夫なんですよ。どうぞお聞きください。合流途切れない。鉄砲は策がございます。鉄砲というか戦砲は途切れないんで、バンバン撃ちましょう。いいね、食らってる食らってる。やりたい、はい、いいですよ。でここまで来たら策のあるものがいるようです。合流にこだわらない方がいいんですよね。うわ、来た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 。剣心2300、これはあれ上がってないな。発見してるから上がってんのが分かるはずなんだけど、発動か、発動してからか。越後の竜が剣心でまだやってないんで、この策で後ろがちょっと気になるな。下がるか。敵の居所を掴みましたぞ。さあ越後の竜出るか。放て。出ない。ゲチ、風林火山の旗を掲げよう。ここ熱い。信玄対謙信。あ、なんか入ってるね、もう。これ何が入ってんだろう。ちょ、ピャンってなんかすごい音してくる。思い知るがよい。よし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 。放て。謙信牙乗ってきてんな。スピードが速そう。
敵を欺かん。ふさひで囲みに加わるんだ。これぞ我が軍略。策士で剣心の攻撃力を落とし、我が策ご覧くだされ。腹の鬼身のちょっと見てみた。我が軍思い知るがよい。手を打ちましょう。でも剣ちゃんも剣心方位にちょっと向かいたいところですね。で ここら辺ももういいかな。やりたい。ここがなんか明智がちょっとこっち向いてるの。この策で魚で。よしよしよし、なかなかの弱体感。そして太鼓で上がる。上がってる上がってる。いいぞ。さすがの剣心もここまでバッチリいかれたら、さらに太鼓で上げる。太鼓2段階はなしですね。お、剣心逃げてる逃げてる。わあ、逃げ足早え。今は引け。普通に回想したぞ。あら、普通に回想した。敵の居所を掴みましたぞ。ゾンビ状態にならない。さあ剣心討伐隊、敵の居所を掴みましたぞ。よし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 、よく狙え。軍心に勝った。我が策があれば勝つのは必然でした、ね、一大決戦勝利。これですんなりここの寺はもらえそうだ。またさ あいつ出てくると怖いからさ、もうガンガンやってとっとと壊しちゃおうぜ。これとっとと寺手に入れて今回終わりでしょ。ああもうちょいだもうちょいもうちょいだ。早かったな今の今の破壊スピード早かったな報告いたします。早く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 。ああ危ない危ない危ない。この程度でしたか。よし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 、この程度でしたか。震え声危ねえ。さあここのお寺は何というお寺なんでしょうね。臨泉寺って読むのかな。すいません、ちょっと下調べしてないです今回ちょっと見てみましょう。ちょっとケンちゃん邪魔だからもう帰ろ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 。戻りましょう。もうそこをこう入れるよこれも。はい、臨泉寺見てまいりましょう。港直江の港の前ですね。直江、直江さんがいたから直江なんでしょうか。さあ臨泉寺、ここ春日山の城下町のちょっと外れの山あい。さあ城のふもとですね。はいはい、いいところありますね。この谷合いのところ、なかなかいいところ。ちょっと回して見てみましょうか。山と一体になってますねこれ。ここら辺にね、なんか山に埋まってる石像とかですありそうですねはい、ということで今回は剣心と仏対軍師の戦い繰り広げました。ここまでです。ありがとうございます。